松村北斗くんがね、上白石萌音ちゃんと、また映画で共演するんですけど、ジャニーズでね、やっぱりこう、俳優さんも多いじゃないですか。で、松村北斗くんといえば、ストーンズですよね。で、ストーンズのライバルといえば、スノーマンですよね。同じ俳優として、じゃあ、ストーンズは松村北斗くん。スノーマンって言うとやっぱ目黒蓮。んですよね、今急上昇はね、サイレントで。そこでちょっとこの2人のライバル関係だったりとか明暗が分かれたってことで、サイドですね、ストーンズの松村北斗と女優の上白石萌音がダブル主演の夜明けのすべてが2024年2月に公開されることが発表された。もう撮りは終わったんでね。あのカムカムエブリバディで夫婦役を公演した名コンビの復活のファンが沸き立ち、早くも期待が高まっていると。原作自体がね、ベストセラー作家の瀬尾まゆ子さんの話題作の実写化であることに加えて、監督は三宅さんですよね。今評価が高いと。で、キャストも人気絶頂の二人ということで、発表と同時に大きな話題になったと。ツイッターではカムカムファンとしても熱狂的な再共演。北斗くんとモネちゃんの共演がまた見れるなんて嬉しい。北斗くんのファンでカムカム好きだったから楽しみすぎだと歓喜の声が相次ぎ、トレンドワードにハッシュタグ北斗くん、ハッシュタグカムカムコンビが入るなど反響が高かった。いや、だからこれ昨日も言いましたが、ジャニーズファン、ストーンズファン、北斗ファンから、モネちゃんがみんな全員ね、こう、否定的な意見がないんですよね。心よく受け入れられてるのが、僕はとてもなんか新鮮でしたけどね。なんか嬉しかったというか。実は昨年11月下旬、都内某所で松村さんとモネさんが何かの撮影をしているという目撃情報が相次いでました。これツイッターでね、めちゃくちゃ上がってましたよね。あれ鋭かったですよね、あれ上げた人たちね。ドラマか映画か、またはカムカムのスピンオフかとファンで盛り上がっていましたが、どうやら今回の映画撮影だったようですね。これでも早くからこの映画じゃないかって予想した人たちが、いたんですよね。僕もその当時動画ではこれかもしれないっていうので上げてますが、まあ、まさにドンピシャリそれだったですかね。あとなんか一瞬ね、あの探偵ロマンスで一緒に出るんじゃないかみたいな噂もありましたけど、ちょっと撮影時期がちょっとずれてたんで違いましたよね。昨年末に本編撮影が終了していることで時期もぴったりと。それだけ話題になったのも双方のファンからカムカムコンビが愛されていたからで、再共演となる今作の注目度非常に高くなりそうですと。で、そこで若手のジャニーズとしてはスノーマンの目黒蓮、サイレント大ブレイクしたと。しかし朝ドラでは松村と明暗が分かれている。舞い上がれに出てるんですね、目黒蓮さんはね。僕舞い上がれ一回も見てないんですよね。だから何とも言えないんだよな。カムカムは分かりますよ、あのずっと見たんで。松村さんがカムカムで演じた木島実は絵に描いたような好青年。モネさんが演じるのは立花靖子と相思相愛になり、結婚して好感度が高いまま退場してしまった。その影響によって松村さんのリアルな好感度も急激に高まったと言われていますと。若いうちに戦死しちゃうので、だから本当なんだろう、こうあそこら辺のその戦争時代の話は相当泣けましたよね。この前あの朝一のアナウンサー、女子アナの人が、自分の今までの歴史上で一番泣いたのがあのカムカムのサンタとお父さん、サンタはあのお兄さんですよね。でお父さん河本さん帰ってきたって思った幻想だったのか夢なのかっていうところで亡くなっていくシーンね。二人の演技、あれはね、泣けましたよね。僕もあれは号泣で、こんなに朝っぱらから泣いて、こんなに目を晴らして、みんな会社行けんのかなって、僕は余計な心配するぐらい、僕も号泣しました。あれは本当、語り草になるぐらいの、思い出しただけで泣けるぐらいの、あのシーンはね。で、まあ、それに比べると、舞い上がれでの目黒蓮くんは、サイレントで急上昇、印象が上がったんだけど、舞い上がれでは落ちてるってことですね。見たことないから何とも言えないですけど、結局二人の明暗は分かれることになる。柏木っていうのを演じてるんですか、目黒蓮くんは。
嫌われキャラのまま物語が退場したと見られ、一部では松村は朝ドラ出演が大きなプラスになったが、目黒は損しただけと指摘されている。松村は昨年公開されてるが、ホリックも出てんだ、での公演によって46回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞したほか、声優として初挑戦となった、スズメの戸締まりね、まあそうですね、出てますよ。演技がタレントの声優企業に厳しいアニメファンからも絶賛されるなど、声優としての評価が急上昇している。カムカムコンビの再共演で注目度が高まっている今回の映画によって、俳優としての本格ブレイクし、若手実力家としての地位を確立することができるのだろうか。要は、モネちゃんとの今回のこの再共演の映画で、進化が問われると。松村北斗くんの。ただ僕は、これは、いや、絶対成功する気しかないですよね。だって、瀬尾さんの話、瀬尾さんの小説ですよね。どう見ても、印象的にいいんじゃないですか。パニック障害を抱えてる役なんですよね、北斗くんは。確かこれか。以前は仕事も恋も順調だったのに、パニック障害を患ったことで人生が一変してしまった山添さんを演じるんですよね。でモネちゃんもモネちゃんで病気を持ってるっていう人、 PMS 月経前症候群っていうやつをね患ってる人なんですよね。よって月に一度怒りを爆発しまう藤沢さんをモネちゃんが、共に生きづらさを抱えながら助け合って希望を見出していく姿はリアルに、時にユーモラスに描く。で、これは絶対イメージは上がるんじゃないのかなって感じはしますよね。今時ですよね、話もね。生きづらさを感じるっていうのはね。多様性の時代じゃないですか。差別をなくそうっていう時代ですよね。だけど偏見もの目も多いじゃないですか、まあ、特に LGBT とかの問題とかね、隣に住んでるだけでも嫌だみたいなことを言ったりとかして炎上してましたけどね。で、特にこういうなんていうんですか、精神疾患的な病気って結構いますよね。いろんなところにいますよ。身近な人でもいますよね。それをこうオープンにする、カミングアウトする人もいれば、隠し通す人もいたりとかして。あと気づいてない人もいますよね。気づいてない人の方が多いんじゃないのかな、なんか。特に女の人のメンヘラとかあるじゃないですか。あれも多分精神疾患の一つなんじゃないのかなと思うんですけど、多分メンヘラの人のほとんどは、自分のことメンヘラだって思ってなかったりしますからね。まあそういう風に気づいてないで、病気になって苦しんでる、生きづらくて苦しんでるっていう人たちもいっぱいいると思うんですよ。今時だなぁと思うんですよ、この映画は。それはモネちゃんだ、モネちゃんなんかね、そういうのはすごく理解できてる人だと思うんですよね。それこそだから、そういうメンタル的な、かなりね、センシティブな話題を扱ってるようなストーリーでしょうから、まあ、ジャニーズの人も結構パニック障害多いですよね。キンプリの岩橋さんなんかそうなんじゃないですか。あの人はパニック障害でずっとキンプリやってなかったんですよね。まあなんかそういう人も多かったりとかするから、このモネちゃんとの再共演で、まあつまり北斗くんは一皮むけるんじゃないかなと。役者として、ね、体制するのかどうかが見れるところであるんじゃないかなと思ったりしますけど。